幕府と対立し、新選組と敵対関係にあった長州藩の中心、萩市。今も城下町の佇まいを残しています。幕末、長州藩は数多くの尊王攘夷の志士を都へ送り、反幕府運動を推進しました。その出発点となったのが、吉田松陰の松下村塾でした。幕藩体制の改革を目指した松陰は、身分や階級にとらわれず、多くの塾生を教育しました。その中から、日下、高杉、伊藤、山形など、維新の原動力となった人材が育ったのです。後に投獄された松陰は、世の中を変革するには民衆が立ち上がるしかないとする草莽決起を獄中で唱えました。それは勤王の志士たちに受け継がれ、幕府を守る新選組と対峙していくことになるのです。